第1回なんでもあり神経衰弱よっ。どうもこんにちは、カイドのせとモチです。はい、というわけで神経衰弱やったことない人、あれって自分の記憶力を試すところが面白いところだと思うんですけど、つまんないなって。多分神経衰弱の歴史なんか100年ぐらいあるんですよ。まあ、そうだな、多分100年遊ばれてきたゲームなんかね、それ飽きるわ。最近ね、オセロニアっていうゲームがあります。はいはいはい、最近か。はい、あれはね、オセロがもう100年以上遊ばれてきて飽きちゃったから、キャラクターとか能力とかつけてアプリにしちゃおうよみたいなのノリでやってるんですよ。はい、それにします。え神経衰弱もオセロニアにします。真剣な神経衰弱ニアです。何でもありということで、はい、何でもありな能力というか、まあ、こういうことするよっていうのをそれぞれ持ってきてもらいました。で、今回それを全員駆使して戦っていこうというゲームでございます。というわけで今回は神経を衰弱させていきたいと思います。それではやっていきましょう。しゃい。さあ、というわけでやっていこうと思いますけれども、はい、アビリティの方を早速発表していきましょう。僕はですね、現代社会でそんなね、記憶なんかしてる暇ないんですよ。写真を撮ります。って言ってパシャッと撮って、これを見ながらここにあるんだなっつって、こう、なるほど、100発100中で出たやつは俺が撮れるっていうやつです。僕は、はい、僕自身ね、記憶力がないんですよ。なんで他の人に頼ろうと。まず僕が引いて、あの揃ったカードは皆さんに最終結果で分配します。皆さんが引いたカードは僕がもらいます。うわ、マジ。じゃあ次、俺はもうこれをもうある程度その場所をもう細かくメモしていく。うわ、すごい。写真の介護感。僕いいですか。はい、どうぞ。神経衰弱って何が一番大事だと思います。記憶力。まあ、それもそうなんですけど、視覚から入らないと目で見ないと覚えられないじゃないですか。だから僕は1ターンの間だけみんなの視界を奪います。1巡目はみんな目をつぶってる状態で、2ターン目は目開いていい、3ターン目は目つぶってみたいな。あ、1ターンごとに目をつぶってみたいな。そう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 、そういうあれで。うわー、頭いいやつがいるわ。アナログで世界を制します。目つぶるんだよ。かけないかけない。早速、何でもあり神経衰弱用意始め。僕のあれは最初の1ターン目からでいいですか。1ターン目目つぶって、2ターン目から開くって感じで、3ターン目目つぶるって感じで。合ってたら言ってくださいね、もちくん。ああ、そう、合ってたらさすがに言います。はい、行きます。はい、これとこれで取ります。待ってください。何、はるきくん、とりあえずペア揃いました。やばっ。マジ。でもそれ俺のだけど。あ、そっか。あー、そうじゃん、うざっ。よっしゃー、全部いっちゃうんだ。全部いっちゃいます。え、じゃあ俺意味ないじゃん、俺のアビリティ。めっちゃさ、奇跡起こってんのにさ、うん、なんか喜べないんだけど。まあ、もう一回いきますね。はい、これとこれで。あー、間違いますね。取ります。はい、じゃあいきますね、普通に。はい、OK っす。次俺。はい、うん、2枚開いたよ。みんなからしたら俺は引いてほしいわけね。これ、これかな。はい、じゃあ2巡目なんで目を開いていただいて、はい、はるきくんは普通に写真を確認してもらう形で。おお、これおもろい。これ今ね、今のターンでね、ちなみにね、2個取れる多分。でも俺が取っちゃったら乗せに取られるから取りづらいよね。俺最強なんです。なんもできない。じゃあ行きますね。よし、行くぞ。なるべくこう開いてないところ開けたいから。バカだな、こいつ。強すぎ、このアビリティ。つまんないもん、ちょっと。ちょっと変えよう。ちょっと変える。うん、1枚だけとか、2枚のうち。あー、半分でいいじゃん。それいいね。よし、いきますね。目つぶってください。あっ、うぜー。はい、噛んで。はい、目を開けてください。うわ、写真ちょっとずれてんな。奥のターンですね。はいはい、ここ。そう、ここです。おー、はい、使えてるな。で、ここです。おー、あったな、確か見たな、俺はどこかで。ここと、ここです。あー、違う、合ってる。それはやった。あ、間違えた。アビリティミス。うわ、間違えた。うわー、やったー。ワンチャンあるぞ。やばい、
違う、感覚で行くのむずくね。あ、待った、ここら辺え、俺目開けんのか、今全然開けていいから。おい、なんで違うんかい。それ一個と衰退してんだって。おー、すごい奇跡が起きた。なんかどっかで見た気がするよ、俺は書いてないあ、書いてるわ。お、これはワンチャンあるかもしんないぞ。おら、すごい、すごい、ちゃんと使えてる。シンプルおバカ出すぎてる。やめてくれ。うわ、待って、やめてくれ。位置が若干変わってる。それ予測しないと。いや、おー、そっちか。はい、このターンになるべくカードの位置を変えないことが大事なんだよな。よし、取りました。マジか。おー、来た。2連続取りました。やった。神経小じきいるからな。新ルールでもらったねカードたちを、まあ、最終的に見まして、まあ、今だったら僕の手持ちの中に1が2枚あるんですね。これでペアになってるものは分配の対象にします。高校です。おー、おー、やるね、はい、これさ、俺がこのカード全体の4分の1の枚数になること確定してるよ。うわあ、違かったー。見てないじゃん、それ。見てんの。いきます。ああ、え、ちょっと待って待って待って、1枚しか取ってない。ここだね。はい、いただきました、ありがとうございます。そこだー、はい、間違えてたー、ずれてたー。そして、お、いいですね、これです、これ。お、ちょっとこれ、マジンコ、オッケー、これ。おー、やべえよー、これ。うわ、すごい、これと、やめろ、これ、うん、で、そこにいいんだよ、13がよ。あーっと、だいぶもう少ない。ダイヤのキングと、あー、ノット記録でした。わかんないよー。じゃあ、運です。どっち、どっち、はい、やったー。 おー、お、お、うわー、やばい、なんてこったい、なんてこったい。7、7はどっかにいたんじゃねえんか。7はどっかにいたんじゃねえんか。おー、すごい、おー、すいくよ。はい、もう書く必要なかった。あ、これ、はい、はい、最後が6ってことか。そうね、これ6、6で、はい、ほら、お、はい、全部消えた、俺俺全部消えた。じゃあ数えていきましょう。まずは野瀬くんの残りの枚数を、4人に分配してください。まあ、26枚なんですよ。まあ、僕の手札はちなみに0です。じゃあお願いします、配ってください。本当は勝ってたんで最初のアビリティで勝ってたんで。1枚誰か少ないです。最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、野瀬のビリが確定しました。まあまあいいよ。じゃあまずはアナログのカイトから。はい、15枚です。ほぼ野瀬のカードだな。はい、もっち11枚です。おお、ほぼ野瀬のカードですね、僕も。26枚。はい、あの、俺以外のアビリティがね、ダメすぎると思う。